どうも、顔は肩パン、体はパンパン、持ちたこしひかるです。ブーン！ということで、本日の企画はですね、ケイト縛りメイクです。はい、今までもね、数ある縛りメイクやってきました。そんなやってないか。キャンメイク、セザンヌとやってきまして、フォロワーさんの方から、ケイト縛りメイクが見たいと言ってくださった方がいらっしゃったので、今日はケイト縛りメイクをやりたいと思います。ごめんなさい、価格の都合でちょっと膝立てたりなんかちょっと変な体勢でメイクしてるんですけど気にしないでください。はい、ということでもう今スキンケアは終わってるので早速下地からケイト縛りメイクスタート。まず下地からなんですけど、ケイトプロテクションエキスパート化粧下地ですね。すごい光り輝いて、こちらを塗っていきます。UV カップ SPF50+PA ということで、チリホコリが直接肌に触れにくいツヤ肌コート、長時間保湿、メイク持続ということで、結構あの固めな感じですね。あ、すごい、結構でもツヤっと感はあるタイプだ。本当にわかります？こっち今こことほっぺ塗ったんですけど、ちょっとトーンアップっぽい感じもありますね。やっぱホワイトカラーだから保湿はしっかりしてあるから乾燥する系じゃないかも。なんかツヤっと明るくなりましたね、肌が。ということでファンデーション塗っていきましょう。ウォーターインオイル BB 化粧下地ファンデーションっていう、こちらの2番です。私結構乾燥肌なので、このオイルインっていう方が乾燥肌には良さそうだから、モードなツヤ肌ということで、これ1本でベースメイク完成。カバー効果、下地効果、保湿効果、 UV カット SPF20+PA ですね。結構でも健康的な色味、そんなこうカバー力がめっちゃあるっていう感じではないかもね。塗ってる感じは薄付きな感じがします。まあ下地っていうあれだから、まあ上から気になる人は固形のねファンデーションとか重ねて塗ったりするとなおカバー力があっていいかもですね。あ、でもこれ普通になんかいいね。厚塗り感が本当に苦手で、そばかすとかちょっと見えるぐらいね、薄付きな方が好きなんですけど。薄付きなんですけど、しっかりと密着してる感じはある。やっぱオイルインだからか、ツヤ感があっていいよね。ほんと乾燥肌の人とかは、こういうのがいいかもね。浮いてるって感じはしないかも。乾燥しちゃうと肌、ぐちゃぐちゃってなっちゃったりするんだけど。やっぱオイルインだから全然。そういう感じじゃなくて。まあ、下地の効果もあるんですかね。ツヤ感はすごくありますね。うわっ！ちょっとね、高さの都合でクッション3個重ねしてるからさ。ケイトのファンデーション私高校ぶりぐらいだけど、すごいいいね。で、私はあのいつも粉は使わない派なので、粉は省略します。で、続いてがこちらケイトスリムクリエイトパウダーフェイスカラーですね。こちらハイライトとシェーディングが2つどっちもついてます。ハイライト T と頬下、顎下に入れて、シェーディングをここ3、こういう感じで3という感じに入れていくと立体顔になっていいでしょう。すごい、このブラシなんか柔らかくて気持ちいい。ちょっとだけあのラメが入ってますね、ハイライトの方は。本当に軽く、だから多分塗っただけじゃわかんないけど、軽くラメ入ってますね。自然なツヤ感ですね。肌なじみのいいハイライトですね、これ。で、シェーディングを、こんな感じで、ここにもしっかり入れて、削る削れ。削れるもんは削っとけ。そうしましたら眉毛いきましょう。これは私もよく使ってました。デザイニングアイブロウ 3DEX5 ブラウン系ですね。これすごいんだよね。結構立体的な眉が作れる。3色だしね。あとこれあの、眉毛以外にも、あの、ノーズシャドウ的な感じでも使えますからね。便利ですよね。結構ふわっと自然な色だから、ふわっと眉に仕上がるというか、ナチュラルふわっとが確か流行ってるんだっけな、眉毛。こんな感じですかね。すごい、ふんわりナチュラルですね。眉マスカラも塗りますし、3D アイブロウカラー N ですね。ナチュラルブラウン、同じ色味です。眉毛なんかいい感じだわ。自然とふんわりしてて。いいね。アイシャドウ行こうか。気になったから買ってみたんだけど、ケイトエレクトリックショックアイズ、オレンジの2番。すごいラメがね、すごいの。色はオレンジっぽい感じ。ラメラメの2色
入りなんだけど、結構わかります、キラキラツヤツヤのキラキラな感じなんですよね、ラーメンの感じが。これをベースに、あとこれはね私もすごいよく使ってたんだけど、デザイニングブラウンアイズのブラウン4番、このシリーズねめっちゃ発色良くて私すごい使ってたんですよ。あの初期の頃の私の YouTube チャンネルではそれよく使ってました。白い色をアイホールに、すごいラメが可愛いオレンジを入れます。自然なグラデーションになるように入れます。でちょっと目尻側の方は濃いめ、こっち側よりこっち側濃いめで塗っていきます。すごくない？ラメキラキラで可愛い、色ががっつりペイペイペイ、がっつりつくわけじゃないけど、これ1個でそう単色単色で使えるし、合わせても使えるっていうのではすごくいいですよね。あとラメが上にのせるだけでも可愛そう、可愛いだろうし。でちょっとこっちのこの辺の色味も入れて、あと締め色も入れてみます。このアイシャドウね、発色がすごいいいんですよね。わかります？可愛い。ほんとこの、これは優秀よね。目の際に締め色も入れます。で、目の下にもちょっとこのオレンジを入れます。で、涙袋のところにこの明るい色も入れます。ラメを上から。そうしましたら一旦アイライン塗ります。筆先の頂点つって、ケイトスーパーシャープライナーのブラウンですね、ブラウンにしました。松江区がブラウンなんでブラウンにしました。細っ、めちゃ細、すごくない？細いいね、めちゃ細だね、塗りやす、目の際も塗りやすいわ、細いから。昔からケイトのアイライナーってほんと描きやすいイメージあったけど、また余計描きやすくなってる気がするわ。涙袋足したいので二重ライン、石灰ライン、涙袋ラインかけるダブルラインエキスパート、これわかりますかね、この上のラインのように涙袋とか目の二重幅を広げるのに使えるやつですね。これをここにちょんと入れます。そうすると涙袋が強調されて目が大きく見えます。こっち描いてこっち描いてないんですけど、わかりますか？私もともとまあ出てる方なんですけど、こっちの方がはっきりしますよね。涙袋描くだけで瞳の印象変わりますよね。こんな感じで少し石灰も入れました。黒いアイライナーで入れるよりこういう薄い色で入れた方がなんか自然でいいですね。であとはリップを塗っていきたいんだけれども、リップはこれケイトレッドヌードルージュエアリーマットっていう、なんかねこういうヌードカラーと赤いこの色がセットになってて、こう重ねる利用すると色味をいろいろ調節できるらしい。こんな色味です、この2色は。オレンジっぽいね、結構こっちね。初めて見るタイプだな。本当はさ、リップモンスターを使いたかったんだけど、しっかり売り切れだった。人気だね、あれ。なんであんな人気なの？いい。こんな感じでした。あ、でも可愛いね。ちょっとセミバットっぽい感じかな。でもなんか程よくツヤ感があって、可愛いですね。若干下にオレンジ入れたからか少し明るい感じにはなりましたけど。単色だと結構赤っぽい感じなんかな。こっちだとね。うん。でも可愛い。はい、ということでちょっと仕上げしたいと思います。はい、ということでケイト縛りメイク完成しました。どうでしょう、涙袋しっかり描いたりとかアイラインもしっかり目に引いたりとかで結構キリッと
ちょっとお姉さんっぽい顔になったかなと思います。でもすごいケイトいいですね。10代後半とかの時によくケイト使ってたんですけど、なんかまたさらにいろいろ進化していまして、一個一個のクオリティが良かったです。私すごい乾燥肌でテカりやすいみたいなタイプなんですけど、ファンデーションとか薄付きなんですけどオイルが入ってるんですごく乾燥しづらい。でずっとメイクしててもずっとなんか肌はこうしっとりしている感じ、パキパキしてこない感じがありまして、そこはすごく良かったです。銀色の下地もなんかすごくツヤ感が出て肌になりますかね。結構ツヤ肌じゃないですか。私この肌の感じ結構好きなんですよね。カバー力の面ではちょっと私がねコンシーラーとかもうちょっとちゃんと揃えて隠すとこ隠した方が良かったかなと思ったんですけど、普段やらないので普段に寄せたメイクやりました。はい。で、このリップね。リップは結構可愛いなと思いました。発色もいいし。てか、ケイト、色味の発色全部いいですね。で、この二重のラインっていうかもすごく使えるし、何よりやっぱアイライン最強、ケイト。細いし、描きやすいし、濃いめのブラウンの色、黒に限りなく近めのブラウンの色で、すごく、でも抜け感が出て可愛いなと思いました。ちょっとまたなんか、何々縛りメイクやってみてほしいみたいなのあったら、いろいろ買ってみたりとか、もしくはなんかこの新作のコスメ、前職レビューしてほしいとか、そういうのももしあったら全然やりますので教えてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ごめんなさい、おならしちゃってる、めちゃくちゃ臭い。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。またね。 Kate